はいどうも、しおみんでございます。今どこ来てるかと言いますとですね、163号線沿いちょっと入ったところにあるね、蕎麦茶屋吉村さんに来ております。いつもね来てね来てみたかったんですけど、ちょっとタイミング合わなかったね、全然来れなかったんですけど、今日タイミング合いそうなんで、行ってみたいと思います。それでは、はい、結構です。どうぞ。お待たせいたしました。お疲れ様です。はい、じゃあこっちです。はい、お蕎麦を食べてきたという動画でございました。ね、お蕎麦もね本当の美味しいお蕎麦でして、エビもねプリップリのね、エビ天でございました。美味しかったでございます。美味しゅうございましたでございます。ただね、営業時間が割と短めで、夕方というか4時ぐらいまでしかやってないということで書いてあります。行かれる前はですね、お店やってるかどうかもねチェックしながらですね、訪れてみてはいかがかなと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。